Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Molto lontissimo so come un fulmine solo fa tanto della città,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  della città. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo lo Figaro, bravo bravissimo. Ad fortuna, ad fortuna, ad fortuna, non mancherà. La 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 la. La 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 la1日水曜日、どこでしたっけ？銀座ライオンです。銀座ライオン、5階じゃないですね、6階の方ですね、はい、上の方で、はい、何があるんでしたっけ？コンサートがあります、なんと、はい、で、ね、半分配信するんですよね。そうですね、配信、はい、配信でも、配信って YouTube で見れるんですか？ YouTube です。 YouTube でも見れます。 YouTube の URL はこっちの方にあるのかな、この辺に、この概要欄とかに、はい、多分、はい、あると思います。オペラの名曲や、あと何でしたっけ、喋んないじゃないですか。喋ってください。はい、あと何歌いますか、オペラの名曲や、ミュージカルだったりとか。あとね、あのめったに聞けない、なんて、日本歌謡じゃなくて、なんていうんですか、昭和歌謡っていうんですかね、うん、はい、そんなのも、でもそれは会場に来ないと、はい、あ、そうなんですか、非常に来ないと聞けないですね、今なかなか聞けない生のコンサートで、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます、はい、お待ちしてます。お願いします。お願いします。ポロリもあるよ。ない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 。ザギンデライブチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。10月25日日曜日19時からこちらのチャンネルで、ショーほど素敵な商売はないをお送りいたします。今回は普段なかなかご一緒する機会のない方々とのコラボ企画ということで楽しみです。そうなんです。ソロにセッションお楽しみ企画まで、目でも耳でも楽しめる企画となっております。はい、それでは出演者を紹介していきましょうか。まず私、ソプラノ小澤美咲、オペラのみならずミュージカルでも活躍中のバリトン中西克幸、海外でも活躍の幅を広げているタップダンサー尾崎美月、クラシックからジャズまで華麗に演奏しますフルート千木良智子、ソロからアンサンブルまでマルチに定評あるピアノ田辺明恵、以上の5名でお送りいたします。ところでお楽しみ企画って何でしょう。それは秘密です。秘密なのね。こうご期待です。お飲み物、おつまみを用意して心をときめかせながらご視聴ください。皆様と楽しい時間を共有できればと思っております。10月25日日曜日19時から、さあみんなでショーほど素敵な商売はない、見てね。たちが暴れ出す日だ。ハレルヤ、ハレルヤ。
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi
コンサートへようこそお越しくださいました、会場にはですね、満席のお客様がいらっしゃっております、空席以外満席というですね、はい、大変大好評、ありがとうございますね。今一発だけ拍手が聞こえましたけど、やっぱりこのお客様の拍手というのは嬉しいもんですね、はい。それではですね、最初にお送りしました曲、ロッシーニ作曲のセビリアの理髪師、ね、ジェットコースターみたいな曲ですよね。早くしてばっと、自己紹介をする、そんな歌です。忘れないうちに紹介しておきたいと思います。本日のピアニスト、藤原愛子。はい、コンサートの、ね、タイトルになっておりますね、藤原愛子プロデュースということで、今回我々のボスということで、はい、ね、高いところから失礼いたします。さあ、始まる前にもう始まりましたけども、いくつか、注意点を、これは生配信、ね、されてるんですよね。僕もね、この YouTube 生配信というのが初めてなんですね。歌の方もね、もちろんなんですけども、MC で噛まないように、気をつけながら行きたいと思います。会場の皆様へご連絡です。携帯電話の、電源を、マナーモードか、オフにしてください。YouTube をご覧の皆様、携帯電話を切らないようにお願いいたします。はい、これ切ってしまうとね、画面がふっと消えてしまうんですね。はい、会場の方は音が鳴らないようにお願いいたします。ご覧の方は、PC の電源を落とさないように、はい。します。さあ、今回のこの、生配信ライブ、半分はこう、ね、生のコンサートなんですけども、なんとですね、 YouTube の方からですね、投げ銭システムといいましてですね、はい、歌手がおこれは良かったぞ、すごいぞ、ブラボーという代わりにですね、投げ銭がピッとこう、ね、できるシステムなんですね、はい、ぜひそちらの方もですね、はい、まあ、投げ銭と言わずね、紙のお金でも結構です、はい、投げていただければ、あ、会場の皆さんもぜひチャリンと言わずやめましょう、こういう話やめましょう、はい、はい、何でも投げていただければと思います。さあ、今 MC でね、一噛しました。あ、そうだ、自己紹介をされてました、バリトンの押川博士と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今朝ここに来まして、合わせをしまして、大事なことを忘れておりました。会場30分前ですね、はい、今日私が MC を担当するということを忘れておりました。非常に慌てて、今日焦っております。早口で喋りますけども、テロップの方がね、はい、出ませんね、はい、生配信なんで出ません。できるだけ分かりやすく正確にお伝えしていきたいと思います。さあ、続きましてはですね、同じくロッシーニ作曲オペラセビリアの理髪師の中から、ロジーナが歌う今の歌声はという、このバルコニーの下からね、こうなんかハーってね、いい歌が聞こえてくるんですよね。楽団付きのチャカチャッ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 、あれって今の歌声何かしら、ひょっとしたらね、あの人のことかしらみたいなことをね、歌うんですけども、さあ、それではそのロジーナの、今の歌声ウナボーチェポーコーファ、これを歌っていただくのは、メゾソプラノの小林由香さんです。それではよろしくお願いいたします。
Thank you.
こうね、ここにね、上がってきておこぼれの拍手を受けられるというですね、なんか嬉しいな。いやこのチャーミングでかつ、なんかね、なんだろう、こうね、このロジーナっていう人はですね、非常に頭の回転の速い人なんですね。で、ロジーナはですね、こうね、曲の後付けになってなんか申し訳ないんですけども、後見人にね、軟禁されてるんですね、2階のお部屋にね。で、外に出ちゃいかん。で、その後見人が財産を狙って、ロジーナとわしが結婚するんじゃんみたいなことをね、言ってるんですよね。でね、途中で、みたいなとこあったじゃないですかね。大丈夫、私はね、こうね、この策略を巡らして、なんとかね、このね、乗り切ってやるんだから、みたいなね、あんなやつに負けないわ、みたいなかわいらしいなと思いながら、はい、聞いておりました。失礼いたしました。さ、大丈夫ですか。早口ですけど、半分ぐらい伝わればいいかなと思っております。さ、続きましてはですね、これはですね、ベルリン作曲聖教徒というオペラあります。この中ですね、まずタイトルだけ言わせてください。アテオカーラ。さすが東京ですね、はい、私の住んでる九州は宮崎県、ね、というところなんですけども、やっぱりクラシックのコンサートが、ね、なかなかありませんもんですね、どんなタイトルを言っても、うん、そうですかみたいなね、はい、何も変わらないですけど、さすが東京は銀座ですね。皆さん目の色が変わりました、ギラッと変わりましたですね、はい。このベルリン作曲の聖教徒というオペラなんですけども、これなかなか上演されません。理由が、一つ、これは大きく一つですね。なぜなら難しいからなんです。非常にこの中の曲が難易度が高くて歌える歌手がいない、その中でもですね、あんまりあれですか、ハードル上げない方がいいですか。はい、上げていきましょう。その中でもこれから歌われる、テノールのアテオカーラという曲、この曲が非常に難易度が高いそうなんですね、はい。これ聴いていただくとですね、なるほどなと思いますね、思う。さあ、上げれるだけ上げました。それではお聴きください。テノール村上俊明さんが歌います、ベルリン作曲聖教徒よりアテオカーラ。
もう僕もここで聞いておりましてですね、ビクッとなりましたですね、この音の、いやーあーと出そうでね、で絶対出ないんですけどね、ハイチのもうちょっと上のハイチスというね音なんだそうです。これがですね、こんなこと言っていいのかな、リハーサル、今日ね、この公演の前にちょっとね、リハーサルがありまして、そこで村上さんがいらして、最初ね、我々発声練習するんですけども、いきなりこの音出しましたからね、もうぶったげましたね、わーって。はい、いやー今 YouTube の方でも投げ銭がもうガンガンもうちょっと当たって、痛かったんですけども、はい、飛びまくっております。ありがとうございます。 YouTube ご覧の皆様どうもありがとうございます。さあ、続きましてですね、ガラッと変わりましてミュージカルの曲をお送りいたします。ウエストサイドストーリーというですね、この中で歌われる、通称トナイトと呼ばれる曲なんですね。正しくはトナイトって別の曲なんですけども、ね、5人ぐらいでもっと歌う、多い人数で歌うところがあれが本物のトナイトなんですけども、いわゆるバルコニーシーンですね、はい、トニーとマリアがこのバルコニーで歌う、甘く歌う、通称トナイトという曲です。はい、こちらはですね、テノール、所谷直樹さん、そしてソプラノの山口明子さんに、歌っていただきたいと思います。それでは盛大な拍手でお迎えください。Only you, you are the only thing I see.
ありがとうございました。まあ、この何月からですかね、2月3月ぐらいからですかね、あのコロナね、これ新型コロナウイルスの影響によりまして、このコンサートというものがですね、まあ、中止または延期、ということで、ね、なかなかこのまだ先が見えない中で少しずつこういうふうにあのコンサートが、回復してきて、本当にあのお客様の前に立って、こうやってコンサートをさせていただけることがあの夢のようです。あのやっぱり嬉しいですね、はい。でこれまで、なんだ、あんまこういうの似合わないんですね、やめましょう、やっぱり、はい、真面目が似合わないんです、はい。でも本当に、まあ、いろんな方に感謝です。あのお客さんの前に立ててこうやって演奏できるって、演奏家ってあのやっぱこうやって、ね、あの演奏してるっていうのが一番の生きがいで、一番輝ける瞬間だと思いますので、皆さん改めましてありがとうございます。この会場に僕何気にここ、2回目かな、にあの邪魔させていただいたんですけども、天井も高くてですね、あもちろんこのね、今実際にね会場にいらっしゃるお客様とは 2.5 メートル以上、はい、距離を取って、ソーシャルディスタンスと言ってですかね、はい、最初ソーシャルディスタンスがよく分かんなくてアルフィーの曲かなと思ったんですけども、違います、それは星空の下のディスタンス、やめましょう、はい、なんですけども、はい、十分な距離を保って、本日も演奏させてもらっております。この会場にですね、今朝入ってまいりました。そして、これから演奏される曲、ですね、曲目だけちょっと紹介させていただきます。鐘が鳴ります、そして初恋という曲。この初恋、よくあの男性の方も、ね、歌う曲なんですけども、今回ですねこの初恋、なんとですね、女性2人で、演奏するんですね。これがですね、このパーッと音が上からわーっと降ってきて、リハーサルを聴いててわー綺麗だなと思ったんですね。やっぱりこのね、音のシャワーというか、これやっぱね、この会場で感じることしかできない。YouTube ご覧の皆さんごめんなさいね、はい、この響きがね本当に素晴らしいんです。ぜひ、あでもこれね今音質いいですから、ね、ひょっとしたら遠くかもしれないんですね、はい、ぜひその辺も、楽しんでいただければと思います。さあ、それでは鐘が鳴ります、こちらを、先ほどねトナイトでトニーを歌っていただきました所谷直樹さん、そして初恋、こちらを、小林優香さん、山口明子さんのお二人に歌っていただきたいと思います。2曲続けてお送りいたします、どうぞお聴きください。
もうね、響きと、ね、この歌詞とが相まって、僕もあの初恋を思い出しながらですね、はい、皆さんの初恋はいかがでしたか、はい、テレビの向こうの皆さんの初恋はいかがでしたか、はい、私は保育園の頃、もういいですね、はい、やりましょう意外と早いみたいな、はい、保育園の喋るんだみたいな、保育園の頃のですね、保育園のお姉さんね、あの初恋しましてですね、いやもう名前も覚えてます、はい、この辺にしときましょう、はい、さあそれではですね、ね、あの投げ銭が持っていかれる可能性がありますので引き上げるにはどうしたらいいんだみたいな、はい、先に行きましょう。さあ続きましてですね、チレア作曲のオペラアルルの女より、フェデリコの嘆きという、これ通称なんですね、フェデリコの嘆き、フェデリコという人が歌っております。本当のタイトルは、まあ、日本語訳で言いますとありふれた話、そういった、タイトルなんですけども、この、まあ、あまりにもこの、ね、フェデリコの、ね、嘆きというこちらの方が、有名になってしまって、こちらの方のタイトルで、もうあの全国、日本全国通じると、はい、いったところだそうです。さあ、このある羊飼いのお話でした、ですお話でした、こういった、一節からこの歌が始まります。はい、これなんかですね、先ほどあの、ね、テノール、今回このコンサートにテノールの方が2人も、ね、出てらっしゃる、ね、贅沢ですよね、はい、なかなかね、あのテノール2人はなかなか呼べないんですけども、はい、僕もバリトンでね、まあ、高い音をね、やっぱり テノール聴いてると、はあ、高い音出してみたいな、すごくね憧れがありましてですね、やっぱ挑戦するんですけど、なかなかねテノールにはなれないと、はい、生まれ持った声がありますのでですね、はい、私は実家九州は宮崎県なんですけども、九州に宮崎県に帰りましてと、まあ、親戚のおじちゃんがですね、おお、ひろし君はあれあのオペラをやってるそうだなと、おおって、ソプラノかいや、あの僕はバリトンだよって言った、ああそうか頑張れよってね、田舎のおじちゃんたちはですね、頑張ればソプラノになれると思ってるんですね、はい、田舎の方で一番偉いのはソプラノです。さあ、宮崎の方すいませんでした、はい、YouTube をご覧の宮崎の方すいませんでした。さあそれではですね、曲の方を参りたいと思います。チリア作曲オペラアルルの女よりフェデリコの嘆き、テノールの所谷直樹さんに多く、歌っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。La solita
お辞儀だけしてみようと思って、いやーテノールってねずるいですよね、ずるくはないか、いやすごいですね、なんかやっぱ魂をこう揺すぶられますよね、僕はね笑かして揺るわすしかないんです、はいさあ冗談をさておきましてですね、早いもので、この配信の方のね生配信の方の皆様は、最後の曲となりました、会場にお越しいただいた皆様には、前半最後の曲となりました、なんとね会場にお越しいただいた皆様ね、はい、まだ後半があるんです、おめでとうございます、さあ、おめでとうございます、それではですね、前半生配信の最後の曲となります、さあその前にですね、ちょっと、告知をさせてください、この、藤原愛子、プロデューストライアル公演第3回というのが、ございます、10月31日土曜日ですね、10月31日土曜日、同じくここ、銀座ライオン6階のこのホールにて、開催されますので、ぜひぜひね、あこの YouTube を見て、行きたい、そして会場の皆さんもよし、もう一回聞きたいと思った方、ぜひぜひ、ご来場ください、かな、はい、僕は出ません、これ一言いらないですね、応援に来ようかな、さあ、それでですね、最後の曲となります、ヴェルディが作曲しましたオペラリゴレットという、作品の中から、40章を、ね、お届けするんですけども、このオペラの曲をやるときって、登場人物がたくさん出てきますので、これを説明しないとよく分かんないんですね、ざっくりですけども説明します、まずこの辺にですね、公爵がねいるんですね、ドゥーカ、はい、で高い声のテノールです、ところがですね身分を偽って、ここに来ております、で、この辺でこうわーっと歌ってるんですけども、なんて綺麗な子なんだ、ところでこの辺に女性がいるんですね、そうなんです、この辺の女性をね口説いてるんですね、とここにいるね口説かれてる女性はこの人がちょっともう慣れてるんですね、手慣れたもんねそんなあんたいつも、ね、みんなに言ってんでしょ、そんなのね、知らないわよみたいな、こうちょっと軽くあしらったりするんです、そしてですねこの辺ですかね、この辺でですね、また女性のね、こんなの高い声の女性の人がこうって見てるんです、はあ、ひどいわとかって、ひどい人、裏切られたわみたいなことをね、言ってるんです、そうなんですね、この人もこの男性のね、人を好きなんですよ、もう一人いますよ、この辺です、この辺です、声の低い人がいますって、お父さんなんですね、この子のお父さんがいてです、ほら見ろ、言ったじゃないかって言って、気づかれるか、静かにして、ほら見ろあいつはひどいやつなんだぞ、こんな風にですね歌ってるこのね女性をこう口説かれる、それを見てる人ね、ほれ見ろという人、はい、お分かりになりましたか、よろしいですか、ありがとうございます、ありがとうございます、配信の方もよろしいでしょうか、よかったらもう一回言いますよ、よろしいですか、いいですか、はい、分かりました、はい、それではですね、はい、前半最後の曲となります、オペラタイトル忘れちゃった、オペラリゴレットより、はい、40章をお聴きください。Oh!
ありがとうございました。それでは、ただいまより、
Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Molto lontissimo so come un fulmine solo fa tanto della città,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  della città. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono fatto tutta la città, sono fatto tutta la città, della città, della città.5階じゃないですね、6階の方ですね、はい、上の方で、はい、何があるんでしたっけコンサートがあります、なんと、はい、で、ね、半分配信するんですよね。そうですね、配信、はい、配信でも、配信って YouTube で見れるんですか。 YouTube です。 YouTube でも見れます。 YouTube の URL はこっちの方にあるのかな、この辺に、この概要欄とかに、はい、多分かな、はい、あると思います。オペラの名曲や、あと何でしたっけ、喋んないじゃないですか喋ってください、はい、あと何歌いますか、オペラの名曲や、ミュージカルだったりとかあとね、あのめったに聞けない、なんて日本歌謡じゃなくて、なんていうんですか、昭和歌謡っていうんですかね、うん、はい、そんなのも、でもそれは会場に来ないと、はい、あ、そうなんですか、会場に来ないと聞けないですね。今なかなか聞けない生のコンサートで、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。お願いします。お願いします。ポロリもあるよ。ない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 。ザギンデライブチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。10月25日日曜日19時からこちらのチャンネルで、ショーほど素敵な商売はないをお送りいたします。今回は普段なかなかご一緒する機会のない方々とのコラボ企画ということで楽しみです。そうなんです。さらにセッションお楽しみ企画まで、目でも耳でも楽しめる企画となっております。はい、それでは出演者を紹介していきましょうか。まず私、ソプラノ小澤美咲、オペラのみならずミュージカルでも活躍中のバリトン中西克幸、海外でも活躍の幅を広げているタップダンサー尾崎美月、クラシックからジャズまで華麗に演奏しますフルート千木良智子、ソロからアンサンブルまでマルチに定評あるピアノ田辺明恵、以上の5名でお送りいたします。ところでお楽しみ企画って何でしょう。それは秘密です。秘密なのね。こうご期待です。お飲み物、おつまみを用意して心をときめかせながらご視聴ください。皆様と楽しい時間を共有できればと思っております。10月25日日曜日19時から、さあみんなでショーほど素敵な商売はない、見てね。森の中の魔物や妖怪たちが暴れ出す日だ。